マシュー・ジェイ・ソントーンは、アメリカ合衆国、ミシガン・州戦とセント・ジョセフ・軍スリー・リバース出身の、元プロ野球選手。左投げ左だ。1995年の MLB ドラフト27巡目で、デトロイト・タイガースから指名を受けたが、契約せずにグランドバレー州立大学へ進学。1998年の MLB ドラフト1巡目で、シアトル・マリナーズから指名され、プロ入り。 2001年、カリフォルニアリーグの最優秀投手に選出された。2002年に肘を故障したため、トミー・ジョン手術を受け、2003年は8試合にしか登板できなかった。2004年は、トリプル A 級タコマ・レーニアーズで開幕を迎え、4月26日にメジャー昇格を果たしたが、プレーすることがないまま、3日後の29日にトリプル A 級タコマへ降格した。その後、 6月25日に再びメジャー昇格を果たし、27日にメジャーデビュー。マイナー時代は先発投手として起用されていたが、メジャーではリリーフとして起用された。2005年はメジャー定着を果たし、55試合に登板。2006年開幕直前の3月20日に、ジョー・ボーチャードとのトレードでシカゴ・ホワイトソックスへ移籍。ホワイトソックスでは、 ドン・クーパー投資コーチと共に、請求難克服に取り組み克服。予支給率を6.6から3.5まで改善させた。2007年2月に球団と1年契約に合意していたが、4月1日に3年総額325万ドルに合意。また、球団側は4年目の2009年は225万ドル、5年目の2010年は300万ドルのオプションを持っている。 2007年は不安定な成績で防御率は4.79だった。2008年は安定した投球を見せ防御率は2.67と2点以上改善させた。2009年開催の第2回ワールドベースボールクラシックではアメリカ合衆国代表の一員として出場。2009年は速球の威力がさらに増し、 153時速1 5 6トルまで出るようになり、脱参進率が向上した。シーズン全体では、2年連続で70試合以上に登板し、6勝3敗4セーブ、防御率2.74という成績を残した。4セーブを記録しているのは、クローザーのボビー・ジェンクスが3度故障者リスト入りした際、ジェンクスの代役を務めたことによる。2010年は、 60.2イニングで81、脱三振を記録し、脱三振率が12.01まで向上した。また、引き継いだランナー31人中27人の生還を阻止するなど、ピンチで役割を果たした。当番試合数は3年ぶりに70以下の数字に、終わったが、防御率は2008年に記録した自己ベストと並ぶ2.67という数字をマーク。 セーブ数も前年より倍増させ、8セーブを記録した。2011年3月6日に、総額1100万ドルの2年契約に合意。クローザーとして起用される可能性が見込まるも、2012年途中からは、新人のアディソン・リードが、クローザーになった。2013年7月12日に、ブランドン・ジェイコブスとのトレードで、ボストン・レトソックスへ移籍した。 オフの11月2日に球団がオプションを破棄したため FA となった。2013年12月17日にニューヨークヤンキースと2年700万ドルで契約に合意したことを報道された。2014年1月10日に球団が正式に発表した。開幕後は46試合に登板し、0勝3敗、防御率2.55だった。 2014年8月5日にウェイバーを経て、ワシントンナショナルズへ移籍した。ナショナルズ加入後は18試合に登板し、1点も与えないという見事なピッチングを見せた。これが危き、ヤンキースとの合算では64試合の登板で、防御率1.75ホイップ1.14という好成績となった。2015年は60試合に登板し、 10年連続60試合登板以上、通算700試合登板などの記録を達成。防御率とホイップでも高成績をマークし、ベテランながらブルペンを支える活躍を見せた。オフの11月2日に FA となった。2016年3月3日にサンリエゴパドレスとマイナー契約を結び、招待選手としてスプリングトレーニングに合流した。4月3日に メジャー契約を結んで25人枠したが、8日に故障者リスト入りした。5月28日に復帰した。8月6日にリーフとなり、11日に自由契約となった。11月7日に現役引退を表明。通算748試合登板は歴代70位。最速時速 155km を超える高速球とスライダーが武器のパワーピッチャー。 以前は請求を苦手としていたが、現在は克服。ありがとうございます。